はい、こんばんは。本日はこちらの現在制作している海賊ライドのオリジナルロゴを作っていきたいと思います。と言いましても、ロゴをプラネットコースター内で作るのはちょっと難しいので、今回は全く別の CG ソフトを使って作るというプラネットコースター番外編となります。なので普段とはちょっと雰囲気が違うんですが、できるだけ簡潔に解説を交えつつ進めていきますので、ぜひ興味のある方はご視聴いただければと思います。まず海賊ライドの名前ですが、パイレーツオブカリビアンですとちょっとパクリっぽくなってしまうので、パイレーツアドベンチャーという名前にしました。はい、実に平凡な名前ですが、名前が決まったのでとりあえず文字から作ります。今回はこのアルジェリアンというちょっとおしゃれなフォントを使って、これを元に簡略化した立体造形にまずはしていきます。はい、こんな感じで文字を立体にしました。なんとなくもういい雰囲気出てますね。はい、それでは次にロゴのベースとなる部分を作ります。枠みたいな感じですね。はい、大体こんな感じで枠に囲まれてますよね。その枠を作っていきます。はい、こんな感じで文字と枠部分できました。かなりアトラクションの看板っぽくなってきたのではないでしょうか。それでは次は質感をつけていきます。で、質感は基本的にはこの作ったものの表面に画像を貼っていくようなイメージとなります。はい、質感つけました。この枠と土台部分は木材っぽいイメージで、文字は見えやすいように赤い文字にしてあります。で、この下の部分にはさりげなくスポンサーロゴっぽいものをつけてあります。もちろんスポンサーがいるわけではないので、はい、ゴンタロゴになります。そしてもう少し要素を増やしたいので舵を作ります。あれですね、船のハンドルです。はい、こんな感じで舵できました。そして今回はこちらの舵をここら辺にしましょう。で、実は、はい、回ります。テーマメイクツールは一応こういうアニメーションもつけることができますので、工夫によってはいろんなものを作れるんじゃないでしょうか。これで作りたかったものは完成しましたので、これをプラネットコースターの世界へ運びます。はい、プラネットコースターに戻ってまいりました。
ちなみに先ほど作ったデータはこちらのテーマメイクツールという機能で持ち込むことができます。英語だとテーマメイカーズツールキット。ただこのテーマメイクツールなんですけど、結構手順がめんどくさかったりルールが多いので、もしやられる方はユーザーガイドを読んで理解してから進めていくのがいいのではないかと思います。すでにデータの読み込みは完了させてありますので、実際どんな感じになったのか見ていきましょう。はい、これですね。パイレーツロゴ。はい、動いております。まあ多分、このロゴを、ちょっと場所がどこになるかわかんないですが、こんな感じで配置するものになりますね。はい、こんな感じで先ほど作ったデータをプラネットコースター内で使うことができます。まあこういうのがあると一気にアトラクション感が増しますよね。若干あれですね、このゴンタロゴの白が明るすぎてかなり目立ちますね。主張が激しい感じになってしまいました。はい、というわけで今回はプラネットコースター実況番外編、テーマメイクツールでのロゴ作りでした。また次回からはいつも通りのシリーズ動画になると思いますので、ぜひお楽しみに。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。